海軍ミサイル駆逐艦ジョン S マイケルが台湾海峡を通過、中国を非難している。最近動きが活発化している。中国の動きを詳しく朝から見ていきます。尖閣付近でも怪しい行動や軍事演習を繰り返しているがね。2021年4月7日、中国軍機15機が台湾の防空識別圏 ADIZ に侵入し、台湾空軍機がスクランブル発進で警告を発信し、撃ち退戦勝海域1機が馬祖海峡を南方に通過したと台湾国防部国防省が発表した。一方、5日に米海軍は米海軍駆逐艦ジョン S マケインが7日に航行の自由作戦により台湾海峡を通過したと発表。今回の中国軍機の防空識別圏侵害はジョン S マケインの動きを追跡するものであるとして中国を非難。中国の軍事活動は台湾海峡における平和と安全を犯すものであるとの声明を発表した。中国軍の行動を受けて米国務省のプライス報道官は定例の記者会見において、最近の中国の軍事行動は東アジアの平和を乱すものであり懸念している。台湾へのコミットメントは断じて揺らぐものではないと述べている。このジョン・エス・マケインの行動について、中国軍東部戦区の報道官は、米軍駆逐艦による台湾海峡通過は台湾にいる台湾独立勢力に間違ったシグナルを送ることになり、台湾海峡の平和と安全を損なうことになるとして強く非難した。またここ連日のように繰り返される中国軍機の挑発的な飛行に対して、台湾のジョセフ・ウー外交部長外務大臣は、中国の軍事行動に対して米国は台湾侵攻の可能性が高まっていると見ているとした上で、もし中国が台湾侵攻を実行したとしても、台湾国民は最後の最後まで戦うとの姿勢を強く示した。さらに台湾国防部は、台湾周辺の空域及び海域における中国軍の活動は全て完全に把握することができており、その都度適切に対処しているとしている。また中国海軍は5日に空母遼寧を含む6隻の艦隊が台湾近海で演習を実施していることを明らかにした上で、この軍事演習は中国が国家としての主権を守るためのものであり、近海の安全や海洋開発の利権をも守るために必要かつ正当な行為であるとした上で、このような軍事演習は今後も定期的実施していくと、中国空軍のみならず海軍もまた挑発的な軍事行動を継続する方針であることを示した。この空母遼寧を含む艦隊の行動については、日本の防衛省は4日にこの艦隊が沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の公海を通過したと発表していた。また中国メディアの環球時報の記事によると、今回の演習には中国海軍の045型と呼ばれる最新鋭ミサイル駆逐艦の1番艦南明が
参加しているとし、今後中国海軍においては空母とこの055型駆逐艦レベイ海軍が言うところの空母打撃群を構成する方針であるとのことだ。この055型駆逐艦は満載排水量が12000から13000トンもある大型のため、アメリカ国防総省などでは連配型巡洋艦と呼称しているが、艦隊のステルス性が高い上に強力なレーダーを持ち、112セルのミサイル垂直発射装置 VLS を搭載している。日本の防衛省においては連配級ミサイル駆逐艦と呼称している。空母遼寧とその同型艦であり初の国産空母である山道は、これまでも台湾近海での軍事行動を実施しており、今後も両軍を中心とした艦隊が活発に行動するであろうとされている。このように台湾周辺における緊張状態の下での米中双方による軍事演習の報酬は非常に危険な状況であるといえる。まず懸念されるのは偶発的な事故で、例えば防空識別圏に侵入した中国軍機に対して台湾軍機が誤ってミサイルを発射してしまう、あるいはその逆の事態である。遭遇した際にちょっとした誤解が生じて戦闘状態にならないとは限らず、それを理由として中国が一気に侵攻を開始する可能性は否定できないのである。また台湾は先日相次ぐ中国軍機へのスクランブルによって軍事費が膨れ上がっていることから、今後はスクランブルを実施せず地上からの対空ミサイルのレーダーによって追尾するとしているが、これはある意味スクランブルよりも危険であると考えられる。スクランブルであれば接近した上で目視しながら警告を発し、それで反応がなければ機銃掃射による警告を行い、その後レーダーでロックオンとミサイル発射まで3段階の猶予があるが、地対空ミサイルでのレーダー追尾の場合は、もし対象機がロックオンによる警告を無視して接近してきたとしたら、次の措置はミサイルを発射するより他なく偶発的な事故が発生する確率は高い。いずれにせよ中国側としては演習中に攻撃を受ければ台湾侵攻への大義名分を得ることができるため、少なくとも2022年の北京オリンピックまで現在の状況が続くと思われるのである。また今問題になっている中国によるウイグル自治区での虐殺に関連して、もし西側諸国が北京オリンピックをボイコットするようなことがあれば、即座に台湾に侵攻する可能性がある。中国にとって台湾はあくまで中華人民共和国の領土との認識である。先の東部軍管区の報道官が発したように、現在の台湾政府は台湾独立を唱える反政府勢力としていることから、台湾侵攻は内政問題であると主張することは十分にあり得るのだ。台湾すなわち中華民国は国連において1971年に中国としての代表権を大陸の中華人民共和国にあるとされ、その権利を剥奪された。
そのことで国連を脱退して以来、国連においただけでなく国家として承認する国が減りつつあり、2020年8月現在では16カ国のみで、その中に先進国は存在しない。米国や日本、西欧諸国は国家としては承認をしていないものの、実質的には国家扱いで外交関係を結んでいる状態なのである。しかし中国が内政問題として主張すれば、中国軍との戦闘は内政干渉となり、逆に国連などの場において世界中から非難を受けることになりかねない。また中国の人民解放軍は1979年にベトナムに侵攻した中越戦争以来、実戦経験がない。そのためか、最近習近平が軍に対して平和ボケが蔓延しているといった内容の発言を繰り返しており、いつ戦争が起きてもよいように準備を怠りべからずとの訓示を各所で発信しているという。米国は現在でも世界各地で実戦経験を積んでいて、盛況な軍隊として維持されているが、中国人民解放軍にはそれがない。近代兵器や装備でようやくロシアと肩を並べ、米国に追いつこうとしている現状で、足りないものは実戦経験だけなのである。台湾侵攻は中国人民解放軍にとっては格好の実戦経験の場となると、習近平が考えたとしても全く不思議はなく、中国による台湾侵攻は現実味を帯びてくるのである。